右岸東側右岸西側渡瀬橋に沈む、夕日渡瀬橋付近に建てられた渡瀬橋の下避渡瀬橋は、栃木県足利市のほぼ中央を流れる渡瀬川に、かかる、下地平行原六連ワーレントラス橋、橋長243.27メートル、福音5.5メートル。森高千里がこの橋をモデルに、同名の楽曲を発表したことによって存在が、 全国的に知られるようになり、観光名所となっている。渡瀬橋は、栃木県道5号足利太田線に指定され、東武伊勢崎線足利橋駅から西へ約500メートルほどのところにある。橋の上より望む、夕日の美しさは、森高の曲に歌われるほどで、西側に並行してかかる歩行者、自転車専用の橋から夕日を見ることが可能である。なお実際の渡瀬橋には、歩道はなく、 渡瀬橋は歩行者及び自転車の通行が禁止されており、その旨の標識が設置されている。1992年以前は、地元の人間でも、半数以上は別名の鉄橋と呼んでいたため渡瀬橋をあまり認識していなかった。呼び名の通り鉄道の橋のような外観で、国交省の事務所が近くにあることから強度など、 安全面は点検されていたと思われるが、見た目は手入れもされず、鉄は、ところどころが出て、茶色っぽい色の橋で鳥が巣を作っていたほどであった。中心街に架かる三つの橋は、下流から、田中橋、中橋、鉄橋と呼ばれるのが、一般的であった。しかし、1992年に、森高が、渡瀬橋を歌うと、渡瀬橋ってどの橋となり、一気に知名度が上がり、 地元も力を入れ出し、外観もきれいに塗装されて、夜にはライトアップまでされ、今では足利の観光名所の一つとなった。橋の周囲には、渡瀬橋の花火が2007年に建てられ、石踏みの横のボタンを押すと、渡瀬橋が流れる。市内には他に、中橋、田中橋、岩井橋、福寿大橋、福、猿橋、川崎橋など、数多くの橋がかかっている。 1934年9月竣工、試工業者は桜田機械製造所。平成時代に一度改修工事が行われている。かつては1902年7月にかけられた目標があったが、1934年11月に大日本帝国陸軍の大演習が足利で行われることになり、老朽化した急遽を重量のある陸軍の車両が通行するのは、 困難ということで急遽かけられた橋で、走行費は9万5千円であった。渡瀬川に架か,かる現存の永久橋としては、最も古いとされている。ただし、国土交通省は、渡瀬川上流の松木川も、渡瀬川であると主張しており、松木川も含めると、日光市や尾地区にある小川市が、最も古い永久橋となる。ありがとうございます。